信じろ、その人は。お前が何を見るのかだけど、ほんまはもっと大きいこともできる男やないかて。いや、見守るだけの男だし。信次郎さんやったら、そんな言わはるんだよ。あのお方は、そんなような風に思われるのがお気に入りですって。なるほど。あのお方が人を引きつけるのはただお優しいからだけあれへんと前から思ってました。なるほど。ほなまた。写真屋さんがもう英雄まで動いてらんかんね。自信下ろしてもらえ。ほなら
行きますよってな。千代、笑いますのよね。はい、撮りまーす。え、もう動いたらあかんね。飽きまへん。朝にはまだ家族必要です。わてと一緒にこの家出へんから。おお、お父ちゃん。え、お父ちゃん、今お父ちゃんって今入りました？ええ、もし私が死んだかって古代が作った大阪は残ります。国道18号線薄いバイパスです。画面の奥が群馬県側、手前が長野県側です。バスはこの車線を走ってきたとみられます。でセンターライン、この黄色いラインを越えた向こう側、白いガードレールが斜面の方に落ち込んでいます。事故の起きたバスはその先、斜面に横たわるようにして倒れています。車体の底側が今見えています。斜面に倒れ込んでいます。バスの上の方、ガラスの部分見てください。もうフレームもガラスもめちゃくちゃに壊れています。あれ、木に当たっているんでしょうか。木の皮もめくれていますね。そしてバスの周辺にはですね、座席のシートですとか、あれ床に敷いてあったマットでしょうか、そういったものが散乱しています。昨日、長野県軽井沢町のバイパスでバスが道路に倒れて、助けてくださいっていう声は聞こえてたんで、結構いろんなところから。乗客12人と乗員2人の合わせて14人が死亡。死亡した乗客は全員が19歳から22歳の大学生でした。昼まで元気だったここで、ね、こういう状態で無言で戻ったというのは非常にの悲しいのしところです。おはようございます。おはようございます。週刊ニュース深読みです。亡くなった乗客がどんな大学生だったんですか。その未来のある若者たちでした。で、私も取材で現場に立ったんですが、あのカーブ、あそこに立ちますと本当に緩やかなカーブだなという印象で、どうしてここでという気持ちはどうしても拭えないんですね。で、取材ではですね、あのバスに乗っていた大学生の方々にも話を伺うことができました。まあ、大変な時だったんですが、何が起きたのかを伝えたいということで取材に応じてみました。インタビューに答えてくれたのは、都内の同じ大学に通っている2人の男子大学生です。全然こんなことが起こるなって想像も全く訓練してなかったので、正直にすごく怖いな。2人はゼミの仲間と合わせて10人でツアーに参加していたといいます。早くバス乗って、で、まあ、朝着いて、まあ、実際にスノボを滑って、で、一泊して、で、またスノボを滑って、で、その日にまたバスで帰る。金額は、個人では約1万3000円あたり。バスは、おとといの夜11時に東京原宿を出発。41人を乗せて、長野県北部のマダラオ高原を目指しました。41人のうち2人は運転手。往復でおよそ600キロの距離を交代しながら運転することになり、出発したと記憶しています。高速道路を走っているとき、もしくはまた降りた後、異変というのは全くなかった。異変は感じられなかったですね。二人は周りの乗客と同じように眠りについたといいます。そして1時間余りが経った午前2時ごろ、バスは国道18号線の薄いバイパスを走っていました。峠から長野県側におよそ1キロ下った緩やかなカーブのあたりで事故は起きました。